系じゃないみたい、乗り味というかさ。それだったら運転苦手な人でも走るの好きになるじゃないですかね。深いな、なんか乗れば乗るほどなんか良さを感じます。このモデューロ X に乗ったらなんか全然その印象っていうのは変わりましたね。まず、まあ、走らせる前にさっき一番最初に座った時にまずすごい質感があるなと感じました。あまりこうステアリング周りを見た感じ、アコードとそれほど大差がない、すごい質感を感じましたね。さっき駐車場から出る時に段差がちょっとあったんですけど、まあ、そこをもう越えた瞬間に、あ、ちょっと普通のその K とはやっぱ違うなっていう印象はすぐに受けましたね。乗り越えた後の収まり感とか、やっぱりその しなやかさっていうのをすごい感じますね。通常 K だとやっぱり車重が軽いんで、なんかこう跳ねる感じが強調されちゃうと思うんですけど、その感じがほとんどないですね。これ足回りすごいしっかりしてますね。今コーナーある程度早く曲がって分かりました。すごい剛性あるし、全然ロールしてなかった。まあ高い速度ってわけじゃないですけど、変にこう減速する必要なく、こう安心してコーナーを同じラインをトレースできる、そういう感じですね。こう K に乗ってる感じは乗れば乗るほど薄れていきますね。深いな、なんか乗れば乗るほどなんか良さを感じます。コンパクトカーを探している人がいたら、なんか自信を持って進められる車ですね。走ってるとゴツゴツ感あんまこれ感じないですね。普段乗ってる車の結構ダイレクトに段差感じるっていうのは、橋の継ぎ目の何て言うんですか、段差、はい、のところ前走った時と比べるとやっぱり突き上げがソフトっていうか感じがしますね。サイズを除けば本当に普通車乗ってるみたいな。シートもあれですね、結構程よいホールドが、なんかハンドル切った時すごいダイレクトに曲がっていけるっていうか、自分がこう曲がってきたいっていうようなところにスーッと入っていければ、その感じします。あれだったら運転苦手な人でも走るの好きになるじゃないですかね。振動がすぐ収まるイメージっていうのがあります。若いギャップが連続するとずっとガタ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 してるイメージがあるんですけど、ギャップが終わればすぐそのバタつきが落ち着いてくれる感じがして、今みたいなのがすぐスッと収まってくる。こういったところで街乗りでもしっかりくっついてる、路面に合わせて動いてくれてるなっていうのは、他のノーマルとは全然違いますね。やっぱりどうしても横に力かかってるんで、だいぶ沈む感じはあるんですけど、これだいぶ姿勢保った方が曲がれるなっていう。加速も良くて足もしっかり動いてくれる、乗ってて楽しいですね。街中でも思った通りに動いてくれるっていう感じがあるので、スピード出すのも楽しいですけど、やっぱ思い通りに車が動いてくれるっていうのが一番楽しいのかなって、車乗っててそれを感じ取りやすいかなっていうのはあります。
ガツンって来ないですね。全然来ない。後ろも快適。あでもこう最初すごい硬いなってちょっと思ったんですけど、乗ってるとやっぱ純正よりも何でしょう、少しショックの受けとかがいいなとかありますね。これすごいな、軽とは思えねえな。降りた時もスッて1回で止まりますね。全然突き上げ感がないよね。なんか本当軽じゃないみたい、乗り味というかさ、すごいしっとりしてていいね。なんか高級感あるしね。うん、いいよね、内装とか。すごいしなやかですね、沈み込みが気持ちない。はい、そうです。もうすごい、その辺収まっちゃいますね。もうすごい、ピタッ止まるね。どう、乗り心地的にはどうですか。いいなぁとか。結構ハンドリングしっかりしてますよね。そうです、ね、続いてますよね。ハンドリング結構楽しいっていうか、こんな30キロとかだけど楽しいよ。うん、全然思ってたのと全然違うんか、すごいスポーティー、かっちりしてて、コーナリングもなんかすごいいいね。もうちょっとこうハンドルもなんかもうちょっとこうふわふわしてんのかなと思ったんですけど、全然そんなことないですね。しっかりして